7番的と8番的と小中学生女子の部勝敗がつきました。審判員の手の動きにご注目ください。 ナイスショット。
いていきましょう。よいしょ。落ち着いて。いいよ、大丈夫大丈夫。最後しっかり。12幕と13幕と2カード女子に勝敗がつきました。審判の手の動きご注目ください。13幕と深澤選手の勝利です。続きまして10幕と11幕と2カード男子の勝敗がつきました。11幕と石井選手の勝利です。続きまして15、16幕と本番の男子の勝敗がつきました。16万と中村選手の勝利です。続いて17万と18万と18万と本田選手の勝利です。以上でブロンズメダルマッチの対戦は終了いたします。これから会場のレイアウト変更を行います。準備が整い次第、小中学生女子のゴールドメダルマッチを行いますので、今しばらくお待ちください。ゴールドメダルマッチの対戦の順番をお願いします。ゴールドメダルマッチは先ほどご紹介した通り小中学生女子から行われます。続いて小中学生男子、コンパウンド女子、コンパウンド男子、リカード女子、リカード男子の順で行います。
Thank you.